じゃん。今回の結論は近藤さんを正しく保管して正しく使わないと予防効果が激下がりするということでした。それでは本編スタートです。レッツペニペニー。日本一わかりやすい性教育の翔吾先生です。今回は誰でも一撃でわかる近藤さんの使い方です。実は以前作った近藤さんの使い方の動画、年齢制限かけられちゃいました。チキショー。18歳の名前見えないってそれじゃ遅いっての。まあ YouTube に動画を出すってことは YouTube が作ったルールに従わなければいけません。なので今回の動画、ルールに従って生々しくないようにしました。近藤さんの正しい使い方だけではありません。正しい保管方法も分かっちゃいます。この動画を見るだけで男ではなく男になれます。このチャンネルでは男の性の悩みや学校では教えてくれない体の疑問を分かりやすく説明しています。ぜひ下の赤い登録ボタンからチャンネル登録お願いします。ズッコンバッコン。ステップ1、袋から出すときは最後まで切り取る。じゃないと取り出すとき角に引っかかって近藤さんが破けちゃうんですよ。ステップ2、指を使ってスルスルっと下に降りるかチェック。降りずにすぐに戻ってしまったら裏表逆になってますよ。ステップ3、つけるときは先っちょをつまんでからつける。空気が残っているとドピるとき近藤さんが破裂しちゃいます。ステップ4、終わったらティッシュに包んで燃えるゴミにポイペニーン。これさえ覚えておけば一皮むけた男になれます。でも正しい使い方だけでは一皮むけた立派な男になるにはまだ足りない。近藤さんの正しい保管方法は知ってますか？安心してください。使い方だけで終わらないのが翔吾先生です。一皮むけた立派な男にする近藤さんの正しい保管方法を教えちゃいます。まず一番やってはいけないのは財布に入れること。財布の中は熱がこもりやすいですし、グニグニ潰されると近藤さんが一気に劣化します。劣化するってことは、はい、破けやすくなるってことです。あと袋のままカバンに入れてる人もいるんですけど、これもアウトです。カバンの中でも近藤さん潰される可能性大ですから。じゃあどうやって保管するのが一番いいんだよ。一番簡単な方法は買った時の箱のまま保存する。ちょっとかさばるんですけど、箱の中に入れておけば潰されずにしっかり保管できます。あとは100均なんかで売っているアルミ製のカンカンに入れておくのも OK です。僕はこんな四角いアルミ缶に近藤さん3つと携帯用の潤滑ジェル2つを入れて持ち歩いてます。これならカバンの中に入れてもかさばらないですし、他の荷物には潰されません。金運が上がるからといって財布の中に近藤さんを入れている人、未だに多いです。財布の中に入れてると近藤さんが劣化して破けて予期せぬ妊娠、さらに養育費を請求されたら金運が上がるどころか爆下がりですよ。なので近藤さん、使う前は正しく保管する、使う時も正しく使う、どうせ使うなら効果を最大限上げて性病も妊娠も防ぎたいじゃないですか。これくらいならそんなに生々しい動画になってませんよね。コメント欄で感想を聞かせてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。